ジョセフ・ナイ、ジョセフ・サミュエル・ナイ・ジュニア、ヨゼフ・サミュエル・ナイ・ジュニア、1937年1月19日隊は、アメリカ合衆国の国際政治学者、ハーバード大学特別功労教授、アメリカ民主党政権で、しばしば政府交換を務め、地日派としても知られる。ニュージャージー州、サウス・オレンジ生まれ、1958年、プリンストン大学を優等。 スン・マクムラ・ウデイで卒業し、ローズ小学生として、オックスフォード大学で学び、ハーバード大学大学院にて、政治学博士の学位を取得。1964年から、ハーバード大学で教鞭を取り、1995年から2004年7月まで、ハーバード大学の行政、政治学大学院である、ケネディスクールの学長を務めた。カーター政権で、国務副次官、 デュ p ティ・ y to the u n d e レタリー・オブ・ステート、o 1977年から1979年、クリントン政権では国家情報会議議長1993年から1994年、国防時間保、国際安全保障担当1994年から1995年として政策決定に携わる。1995年2月、 国防時間補として、通称、ナイニシアティブと呼ばれる、東アジア戦略報告、イーズを作成。東アジアに、約10万の在外米軍を維持するなど、冷戦後のアメリカの極東安保構想を示した。この構想は1997年の、日米防衛協力のための指針、いわゆる新ガイドラインにおける、日米同盟再定義とつながっていき、 1> 第1期においてはまとまった東アジア政策を持たず、日米経済関係をめぐって緊張しがちだった。クリントン政権が再び東アジアへの関与を強め、対日関係を重視していく重要な契機となった。2000年には、対日外交の指針として、リチャード・アーミテージらと超党派で作成した政策提言報告、アーミテージ・リポート、正式名称。 インススペシャルレポートザユナイタドステイツジャパンアドバンシングトゥアード a マチュアパートナーシップを作成。2007年2月には制作シンクタンク戦略。国際問題研究所 csis においてアーミテージと連名でサイド長踏派による性提言報告。第2次アーミテージレポート正式名称ザ us ジャパンアライアンスゲティング。 アジアライトスルー2020を作成、発表し、日米同盟を英米同盟のような緊密な関係へと変化さ、東アジア地域の中で台頭する中国を恩恵な形で秩序の中に取り込むインセンティブとすることなどを提言している。息子の旦内は2007年から2年間、ビジネス向け SNS で有名な米国企業。 リンクトインの最高経営責任者を務めた経歴を持つ。平成26年、2014年秋の叙勲で、朝日、重光明を受賞。2008年12月、東京都内で日本の民主党幹部と会談を行い、オバマ時期政権下で日本の民主党が安全保障政策で、インド洋での給油活動をやめ、日米地位協定などの見直しに動いたら、 反米と受け止めると発言を行った。オバマ政権の中日大使の有力候補としてたびたび報じられたが、オバマ大統領や側近はカリフォルニア州の有力弁護士、ジョン・ルースを起用し、内は選考から外れた。2012年、アーミテージとの共同執筆で日米同盟に関する報告書を発表した。読売新聞社説。 2012年8月17日付によれば、報告書では、アジアにおける諸問題に対処するためには、日米関係の強及び対等化が必要との認識を示し、両国の防衛協力強化を提言したほか、日本に対し、集団的自衛権の行使や自衛隊海外派遣の推進、PKO への参加拡大などを要望した。日本と韓国の関係については、 日米間が連携を強化していくために、日本が従軍慰安婦問題など、韓国との歴史認識問題を直視する必要性を主張した。また、日本の TPP 参加が米国にとって、戦略的に重要な目標との位置づけを行ったほか、野田内閣による大井原子力発電所の再稼働決定を評価し、原子力発電所の安全性向上のため、 日米両国が強していくことが必要との認識を示した。2014年、沖縄の普天間飛行場の辺野古への移設は長期的解決にならないと述べた。理由は中国のミサイルの性能が向上したのに、日本の米軍基地の7割が沖縄に集中していることが脆弱性となるからである。1970年代、ロバート・コヘーンと共に、 国際関係論における相互依存論を提唱。1980年代のアメリカ派遣衰退論に対し、ハードパワー、典型的には、軍事力や埋蔵資源などではなく、ソフトパワー、政治力、文化的影響力などという概念を用いて、議論を行い、文明の衝突論を提示したサミュエル・ P ・ハンティントンや、大国の攻防のポール・ケネディに対して批判的立場を取った。 ジョセフ内はこのソフトパワー論を通じてアメリカ政治学会の第一人者となる。現在は同概念とハードパワーを組み合わせを重視したやインテリジェントパワーという概念をひさげしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。